熱戦から一夜明けた今日の市木串木野市総合観光案内所です。早速、昨日の試合結果を伝える号外が掲示されています。こちらの観光案内所では、訪れる市民などに神村学園の試合の結果をいち早く知ってもらおうと、初戦から試合結果を伝える号外を掲示しています。お客さんも神村の試合ある日はもう本当いても立ってもいられないというような感じで、もうちょっとでも速報ということでお客さんにお知らせしたいというようなことで掲示してます。今までの勢いそのままにですね、勝ってもらいたいなと思います。また地元の市民からもベスト8入りを喜ぶ声や、明日の準々決勝でのさらなる活躍を期待する声が聞かれました。大変期待しています。できれば優勝してもらえればいいんじゃないかなと思います。ちょっと仕事が手につかないような状態でいつも応援してます。市木串木野市が注目されているのですごくありがたいし、神村学園の生徒さんには頑張ってほしいなと思ってます。